寺町通り商店街は、三重県桑名市にある商店街。組織は、桑名市寺町通り、振興組合、JR 関西本線、近鉄名古屋線桑名駅の東約800メートルに、ある、約200メートルの全蓋式アーケードを有している。2015年時点の店舗数は36店舗であり、買い回り品小売店10店舗、最寄り品小売店19店舗、 飲食店4店舗、サービス店3店舗である。買い回り品店と最寄り品店が混在しているとされ、商店街の類型としては近隣型商店街に分類される。2015年には中小企業庁によって頑張る商店街30選に選定されている。桑名別院本島時クは伊勢国桑名藩の城下町かつ東海道の宿場町である。 クワナ城の外堀のすぐ外側には、寺町通りが築かれ、町民の台所として栄えた。江戸時代の寺町には、クワナ別院本当時を中心として10以上の寺院があり、多くの参拝客が訪れていた。クワナ別院本当時は、徳川家持や明治天皇が宿泊したこともある、由緒ある寺院である。また、東300メートルには、東海道が通っており、 7里の私にも近かった。かつては外堀に近い寺町通りの東側だけに店があったが、大正時代には寺町通りの両側に店が並び始めた。1915年には寺町通り商店街の南側に三重交通北勢線桑名町駅が開業した。1927年には寺町通り商店街の北側に八軒通りが開通し、 商店街北端部近くに、桑名電機朝日橋停留場が設置された。同年には、朝日橋停留場近くに、鉄筋コンクリート像3階建ての朝日ビルディングが、完成し、高島屋デパート、洋食店の朝日食堂、映画館の朝日劇場、ビリヤード場などが開店した。朝日劇場では、名古屋市の映画館と同時に封切られ、特に盆や正月は、 大勢の観客で賑わった。1945年のクワナ空襲では、寺町通り周辺も消失し、朝日ビルディングも消失した。戦後には急速に復興し、1953年には38市が初開催された。最盛期には1日約1万5000人の集客があったが、1961年11月1日にはクワナ京橋駅が廃止され、 寺町通り周辺は鉄道のない地区となった。1973年には桑名駅前に商業ビルの総境メートが開業し、その後は桑名市郊外に大型店が立地した結果、寺町通り商店街への来訪者が減少した。1986年には商店街振興組合が設立され、その後現在のアーケードに改修された。 2003年6月30日には、寺町堀が完成し、河津桜を植樹するなどの記念イベントが開催された。空堀だった寺町堀には、雑草が生い茂っていたが、堀の半分を埋め立てた上で半分を歩道とし、堀の水深や福音は縮小された。が以前の1、2程度の石積水路となり、より浸水性が高い堀として生まれ変わっていた。2003年に実施した。 証券分析では、証券に高齢者が多いことや自転車で15分程度の狭い範囲であることが分かったことから、高齢者に優しい商店街を目指した取り組みを行っている。2005年には、高齢者を対象とする触れ合いカード事業を開始した。商店街をショッピングセンターのように位置づけ、高齢者が移動しやすいように、無料カートの貸し出しも行っている。 2012年10月には土産物店として第3セクターの桑名町の駅が開店した。2015年には中小企業庁によって頑張る商店街30選に選定された。近年の空き店舗数は減少傾向にある。出店は桑名市寺町通り振興組合公式サイトの店舗一覧。ありがとうございます。